はいこんばんははと、x、ジャャパンンが世界一大好き893チャンネルです、はい今日はですね「ミュージックステーションクリスマス4時間半スペシャル」がテレビで放送されたんですけど今日は x ジャパンのボーカルであるトシさんが登場して視聴者が聴きたい令和の大ヒット曲を披露したってことで話題になってますねで今日のトシさんのパフォーマンスを見て思ったのは いやさすがトシさんだなと思いましたね。はい、というのもやっぱりねあの伝説的、まあ、ジャパニーズバンドのその XJAPAN のボーカルを務めるだけあってやっぱりねトシさんの、ね、あの歌唱力はね非常に高いなと思いましたね。はい ままあああと、まあ、XJAPAN はやっぱりちょっと90年代に活動したグループなんでまあ、今の方はあんまり知らないとは思うんですけどとしさんがボーカルで、まあ、一番目立ってる YOSHIKI さんはあのドラムとピアノなんですよ。はいなんかよく勘違いされる方が「YOSHIKI がボーカルじゃないの?」とかって言ってる人がいるんですけどそれはにわかなんではいボーカルはとしさんです。はい でねまあ、今日のまあ、トシさんのねその、まあ、パフォーマンスを見て、まあ、改めてねトシさんの凄さを再認識しましたね。はい、まあ、というのもねあの彼の歌唱力はやはりねまあ、先ほど言った通りねまあグループのボーカルを務めるだけあってやっぱりねグループ内ではまあ、XJAPAN とうんですけど、まあ、グループ内ではね一番歌がやっぱ上手なんだろうなと思いましたね。はい まあただねまあ、トシさんっていうと、まあ、昔はねその洗脳事件とかあったりしてまあ紆余曲,曲折を得てまあ、最近ねまあちょっとまあ、復帰しつつあるんですけど、まあ、トシさんはねやっぱりその音楽的な才能に関しては、まあ、本当にずば抜けてるんではい、まあ、本当にね彼は素晴らしいなと思いましたね。はい まあただねあの最近その XJAPAN だとそのメンバーの一人であるヒー,スヒースさんがこの前死去されたと思うんですけどやっぱりそういったねあのー、こともあってやっぱりねトシさん自身もその精神的なダメージは少なからず受けてるんじゃないかなと思いましたねはい、まあ、ただね話を戻すんですけどまあ今日のトシさんのパフォーマンスに関して言うならば 今日、ね、同じく、ね「M ステに」に、まあ、似たようなバンド「まあラルカ s h i e が出てたんですけど「でラルク u k の、まあ、ボーカルっていうとハイドさんだと思うんですけど HYDE さんも確かに歌は上手いとは思うんですけどやはりそのトシさんの歌声の、まあ、良さにはかなわないなと思いましたね。はい、というかねあの今日の「ミュージックステーションに出てた歌手アイドル含め 多分まあ自分のその見識なんですけど、まあトシさんはまあ一番その歌に関しては上手じゃないかなと思いましたね。はい。で、まあ X ジャパンがね、まあ全員がね、その M ステイに出るっていうのは、まあさすがにま今後はないと思うんですけど、まあ今後はね、まあこうやって今日みたいにそのとしさん一人とかじゃなくて、今後はその X ジャパン全員がミュージックステーションに出れたら、もうそれこそ最高なんじゃないかなと思いましたね。 はいまあファンはねまあそれを喜びってか待ってると思うんではいまあ、トシさんも最高なんですけどまほんと x ジャパンが出てくれればもっと最高じゃないかなと思いましたね。はい